最初だけ軽くバーンと揉むんで、はい、今ちょっと増えたら分かると思うんですけど、増えたって今戻した、はい、いくよ、はい、吸って、こっちはクリアランスがまあまああんじゃん、はい、こっちはあんまねえからさ、こっちだけはちょっとシビアに取っていきたいんだよ、はい、うん、ではこのゴシゴシが大事なので、この削ったところのコンクリートのちっちゃい気泡に接着剤が絡むから、わかる、ここにホコリがついてると隙が悪くなるから、で、これでなんか、これぐらいでいいか、オッケー、はい、あー、腰痛い、この作業、これは、しかも甘い、いや、何使えるよ、まっすぐ、はい、はい、これさ、蒸しスターってもう30秒1分経つと抜けなくなるから、あ、固まって蒸しらない、だからここが緩いやつとかあったらさ、最低だからちょっと気づいたらさ、はい、はい、はい、いいよ、 OK、 で、多少の傾きはさ、叩けば根元から曲がるからいいんだけど、あんまりもう根元が穴からずれてると入んねえからさ、多少は叩けば調整できるから、まあ、叩くときもちゃんとあれで芯で叩くとダメになっちゃうからさ、ちゃんとナットの上まで上げてね、ナットの上から叩くとか、OK だ、はい、はい、ちょっと俺の腰袋持ってくるから、やべ、ふざけてくれ、勝てんな、これ、ふざけてくれ、勝てんすよ、ふざけてくれ、勝てんな、これ、斜めに腰袋、腰袋、いや、つけるわうわぁ、待って、はい、抜くよ、これまた使うから、あっ、かっけえな、これなんだよ、これやっぱ、なんだよ、すげえかっけえ、これめっちゃ硬いっす、このキュービックで、来た、来た、来た、止まって、まっすぐ、 OK、
ますよ。はい、はい。はい、はい、はい、オッケー、そして。暑いなぁ。おかしい。さて、さて。はい、さて。マツダだけ涼しそう。空調服。マツダだけ涼しそう、空調服が。いいでしょ、ちょっともう暑いから。マツダばっか涼しいから、もう休憩しよう。え、マツダばっかり、マツダばっかり、休憩しよう。でも俺、頭痛いですから。え、今、頭痛いですから。意味ねえじゃん、じゃあ。文句言うな、会社で買ってくれたやつなんだから。あと、もうちょっとうまく考えたな。そうそう。